勢い満員は、江戸幕府第十一代将軍、徳川家成の側室。俗名は万、または万、万武氏。家成の最初期の側室で、家成の第一子である、宿期、長男の武千代など、一男三女を産んだ。父は、幕府旗本の平塚田前。母は、松浦信秀の娘。天命玄関、本丸を次となり、後に御中老となる。 完成元年3月25日、家成との間に宿期を出産。宿期は家成の長女である。出産後の4月に老女上座格となった。完成2年10月1日に家成の次女を産むが、命名前に死去。完成4年7月13日には家成の長男、竹千代を出産するが、翌完成5年6月24日に溶接。完成五年九月、 王万の方は、ご内省御方となる。完成8年7月11日に家なりの三女、綾姫を出産。完成9年うるう7月3日、綾姫と仙台藩主、伊達聖千代との婚約が成立するが、完成10年3月28日に溶接した。天保6年1月11日、死去。改名は、勢い審議員、登る誉まれたから、騎士領里次大師。 ありがとうございます。